サード前進、あーバント失敗、大事なところで川中バント失敗です。今度は堀内監督が渋い表情に変わってしまいました。送って阿部ペタジーニを迎えたかったジャイアンツです。2月は絶好調、しかし昨日今日とヒットがない阿部。先ほどの長川との対戦ではフォアボールです。まあ、あの時の長川と今の長川はもう違うと思いますけど、はい、全くフォークが、どこに行くか分からないような投球でしたから。まあ、ただ違うといえどもね、やはりバッターがバッターですからね、これはピッチャーとしてはかなりその神経使うと思いますよね、は先頭の代打の江藤を歩かせて、川中は送りバント失敗でしたが、阿部にはノースリー、痛烈ですがファウル。これで 2-3。 ここでジャイアントすればですね、自動的なランエンドヒットという形が取れるかどうかでしょうね。一塁ランナーは江藤で、江藤ですからね、はい、江藤ですし、はい、そこで一つ牽制を入れます。スタートはしない、大きいぞ、入ればサヨナラだ、入った、ジャイアンツサヨナラ勝ち。阿部のサヨナラホームラン、サヨナラツーランホームラン。9時45分までお伝えします。
ジャイアンツ阿部のサヨナラホームランで決着しました。昨日に続いてジャイアンツが広島に勝ちました。失礼、この放送は9時50分までお伝えいたします。最後はやはりホームランで決着しました。阿部の第17号はサヨナラホームランでした。そして先月は16本だった阿部が5月に入って最初の日またホームランで幕を開けたという形になりました。おそらく最高ですの一言が聞かれるんじゃないでしょうか。そしてジャイアンツファンの皆さん、サヨナラホームランの阿部選手です。打った瞬間の手応え聞かせてください。最高です。いや最高です。いやしかしすごいゲームになりましたね。最高です。あの場面どんな気持ちでボックスに入ったんですか。で次ね、フェダジーにもいたし、なんとかつなごうと思って別に狙ってなかったですけど、はい、9回に悔しい形でね、一度広島にリードされただけにやってやろうという気持ちあったんじゃないですか。そうですね、草薙頑張ってたんですけどね、変な形で点取られたんで、なんとかしてやろうと思ってたんで、はい、昨日まで、4月の間ずっと阿部さんにはそのホームランという意味でいろんな視線が集まってました。月が変わって若干気持ち入れ替えて今日臨んだという感じありますか。そうですね、もうその通りで、もう先月はね、もう先月でまた自分で切り替えてね、今月入るようにっていうのをね、チームでもそういう話あったんで、そういうことでうまくできました。はい、これで5月最初のゲームで阿部さん最初のホームラン、そしてチームも4連勝で5割、いよいよ5月ラッシュスタートですか。そうですね、もうどんどん勝ってね、勢いつけて、まだ下位にいるんでね、上位のチームもまだ僅差ですから、一つ一つ勝っていくだけです。はい、じゃあ最後にまたファンの皆さんに力強い一言お願いします。今日本当にありがとうございました。今日のヒーローはサヨナラホームラン阿部選手でした。